皆さんこんばんは、水野です。自民党岸田派に所属する吉川赳衆議院40歳が10日に離党する意向を茂木幹事長に伝えました。離党届を受理しましたね、党がね。吉川氏は18歳の女性と飲酒したなどと週刊誌で報じられて、参院選への影響を懸念する参院側などから離党を求める声が強まっていました。まあ当たり前ですけどね。ダメだよね。結婚して子供もいるんですよ。ダメだよね。茂木氏は10日夜に談話を発表して、吉川氏から今回の件で大変お騒がせをし、党にもご迷惑をおかけしました。自民党を離党したいと申し出があったことが明らかになりました。本日10日発売の週刊ポストは、吉川氏が5月下旬に18歳の女子大生と飲酒後、ホテルに連れ込んで、現金を支払ったなど、いろいろ、まあ、エチエチなことしたりとかね、話になります。いやいや、未成年ダメだって、ほんと。問題外だよ、やってること。で、岸田総理が10日午前に首相官邸で記者団に、まずは本人が事実はどうなのかを説明することが大事だと述べていました。まあ、真実は本人たちしかわかりませんからね。で、党内では出所進退含めて自身で判断されるべきだと離党を促す声が出ていました。岸田総理は就任後も岸田派を離脱しておりません。自民党内は派内の不祥事は首相の責任に直結すると指摘が出ております。吉川氏は9日記者団に記事の真偽を問われ、自分が記事を見てから対応させてほしいと語りました。誠に遺憾です。こんなやつのために俺ら税金払ってんねんで、ありえるか。もうふざけんなよこらっていうことに、もう絶対しないようにしてください。迷惑です。以上、おやすみ。